ら結婚してごめんなさい。私はみんなのものであって誰かのものになれないんです。それがアイドルとしての定め。ごめんなさい。ペコーラがいつかアイドルというものをやめたとき、その時にどなたかもらってください。誰ももらってくれないかもしれないペコだけど、それまでは待っててください。よし。これね、多分ガチ恋はキャ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 って喜んでくれるはず。ペコーラも、もらってもらってキャ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 ってなるから。ペコーラは俺のことが好きだしな。みんなのこと大好きペコだよ。ペコーラは誰かが、誰かのことだけが好きとかじゃない。みんなのことを平等に大好きだよ。ペコーラにガチ恋いたんだって。いや、いるだろ。いるペコだろ。ペコーラにだって数は少ないかもしれない。他のね、ホロメンたちに比べたら、もしかしたら、いや、わからない。同じくらいいるかもしれない。Cパートでいるもん、ペコちゃん。大好きだよって。ほら、正直めっちゃ可愛いだろ。ありがとう、ペコ。キャッキャッキャッって。パンはパンでも、僕が好きなパンは、なんだ、知らね。すまないね。知らねえけど、こういうことを言う人は大体、アンパンだろうね。あ、メロンパンもありそう。あ、パンツ。あー、パン。変態がいたね。もしかしたら今の、あれかもしれないね。この質問投げてきたやつかもしれないわ。続いて。誰もが目を奪われてく君は、完璧で究極のピコ。熱き光を当たり戻す。あーだぞうために飛び出せゲットっていうの流行ってたね。最近。お兄ちゃん、お誕生日おめでとうピコ。お姉ちゃん。お願い。やり方